まゆみさんこんにちは。今回はですね、こちら孫悟飯ビーストのカテゴリーミッション人工生命体、もう勝てなすぎて放置してたんだけど、今回ブーが出たんでいけんじゃねえかなってことでね、まあリベンジ大会していきたいと思います。まあ心配なのがこのくん、純粋ブーくんだけど、まあ最後は得意属性だし、確か打撃だったと思うんで無効できると思うんだよね。最悪先制固定されちゃっても無効にできると思うんで、いけんだろうってことでね、今回こちらで行ってみようと思います。まあそろそろ買っときたいよねそろそろ買っときたい、さすがに。でさ、あともう一個ね、勝てないのがねあるんだよ、カテゴリーミッションで。レッドゾーンの魔人ブーのさ、時間制限、あれクソむずいんだけど、マジであれ勝てる難易度してないんだけど、どうやって勝つのあれいや試しにやってみたんだよ。なんか絶対勝てねえだろうなーってパッと見て分かったんで、まあちょっとプライベートで、まあ動画外でやって、勝てそうだったら動画にしようかなと思ったんだけど、勝てるビジョンゼロだったんで、もうボツにしてでもう封印してある、見なかったことにしてあるんだけど、あれも難しい、時間制限がね結構むずいんだよねフュージョンとかね、ポタラってまあ強いのはいるけど、俺5周年ゴージータ持ってないし、割と戦力がいないんだよね。そうで、確定会心ブーが強すぎる、こいつマジで強すぎるんだよなまあ食らっちゃうと結構あれだけど、まあ回避も優秀だしね。で、確定会心の確定追撃、まあ食らうと辛いけどまあまあでも耐えるんでね、最悪1耐えるんで OK ですと。で、こいつも早く極限してほしいんだよね。まあ、ディフェンスがちょっときつすぎるからな、さすがに。火力はまあ未だにやろうと思えば全然やれるんでいいんですけど、純粋ブーのね演出とかもう一個作れそうだもんね。全然ムキムキブーからさ、この純粋ブーになるみたいな演出作れそうだから、新規ブーをお待ちしておりますといった感じで、まあ魔人ブー先生に置いちゃって、これでいきましょう。まあここはねパッパと突破してね、もうさ、問題がやっぱ最後のビースト、あとこれね弾かれちゃうと思うんだよね、アルティメットに思いっきり忌憚だからさ多分これ弾かれちゃうんで、どう火力を出していこうかなっていうのあるんですけど、強すぎ。あとあれだもんな、力ブーがな苦手属性だからな、本当に忌憚弾きがね一番だるい気がする本当に戦力となるやつがね結構忌憚打っちゃうからさ、このアルティメットご飯もさ、アルティメットご飯ブーもさ、変身後確か忌憚だもんね。で、ナイス回避で食らっても全属性があると。まあまあここは全然まあ大丈夫だね、 70% 軽減なんでさすがに問題なし。じゃあブーのディフェンスを無限上昇させていきましょう。まあまあもうパッパと倒したいところだけど、730万の確定会心の確定追撃、もっぱつを確定で、強すぎないこれマジで強すぎるんで、無凸だからなこれ。しかも虹とかだったら全然わかんないけどさ、無凸でガチャさん、通常ガチャさんのこいつ化け物だね。で450万、じゃあ440万、まあでもこのターンじゃ倒せねえな、さすがに。まあまあいいでしょう、ディフェンス無限上昇組を増やしていきましょう。でまあここはちょっとブーを育てときたいから、こうするか、こうして、まあ最悪復活もあるけど、で魔人ブーの復活って結構難しいんだよなこいつが殺されないといけないからさ、結構難しいんだよ。しかも魔人ブー硬いからさ言うて硬いから死なないんだよね。はい、オッケーと。で、おーおお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 。で、まあまあいいでしょう。でかわして780万の確定、もう一発いいね。このカメハメハは忌憚じゃない
最初の一撃が大事だからね、マジで。殴るか、気弾撃つか、それ次第で全部変わっちゃうからな。で、OK。で、まあ、気弾だよな。多分気弾。うん、だよね。知ってたよ。おーっ、助かる。忖度助かるな、これ。あべ、ミスった。間違えちゃった。440万。まあまあ。んー、ナイス。うん、ざまあ。ご飯ざまあ。ざまあ。マジでよ。このご飯に何度も苦汁を舐めさせられたかな。何回負けたかな、本当にこいつに。いやね、強いんだよね、あの。避難弾きもうざいけどさ、次のターンのロックもうざいし、次のビーストも勝てんだよな、普通に。硬いんだよ。先手ロックとかしてくるやつの耐久力じゃないんだよ、あれ。化け物なんだよね、ほんとに。おっとっとっと、おっとっとっと、お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 っとっと。おー、まあまあ、おー。まあ、撃たれてもね、めちゃめちゃ回復するんで問題なかったと思うけど、どう？まあ、ガリブーと、ガリブーでダメージ与えて、まあこの状態だったらね、ゴテンクス吸収ブー状態だったら両方打撃なんでね、暗いダメージを与えられるんで OK ですといった感じで1000万。まあパッツー。まあの強いねこいつは。で750万。なんかガリブーが好きになってくるわ。本当にでも強すぎるから、あれ2人とも強すぎるからね、ガリブーが好きになっちゃう。もう小さい頃はね、こいつ、まあ、最初見た時はね、ほんとトラウマだったからね、こいつ。ね、めちゃめちゃ怖かったよね。あの、魔人ブーがさ、改心してさ、あ、なんか平和に終わるんかなと思ったらね、まさかのこんなやつが出てきて、割とグロい殺し方したからさ、口の中入ってね、爆破させるみたいな、魔人ブー。あれ、やばいよね。大トラウマレベル。今のドラゴンボールじゃちょっとできなそうな殺し方なんで、ね、で、ここどうしようかな、もうブーの、飛ばしをやっちゃうか、これ。ブーで飛ばして純粋ブー守っていきましょう。ざまあ、ご飯ざまあ。いいよねこれ、同盟じゃないのいいよね。何気にこっちミスターブーだから同盟を回避できてんだよね。優秀だな。うん、まあここのターンで倒してほしいけどさすがに無理かな。400万。そうだった。一瞬で忘れてたわ。マジでアクティブ打った瞬間にもうこのアルティメットご飯の気弾弾きの記憶がポーンって飛んでった。500万。まあまあとりあえずここはね、あの純粋ブーを守れればそれでいいんで、相手も温存できるのがね、その分ビーストさんのあれがね、耐久戦持ち込めるんで。うん、まあここはいいかな別に。だいね、ここもじゃあまあ演出見るか。あんま見れねえかんな、これ。マジであんま見れないんでね。ちゃ。チョコにしてやる。あ。おいしそう。おお。どうした？はい。じゃあまあガリブーと合わせていきましょう。まあ先手置いても大丈夫っしょ。さすがに。29万だけど、まあ回避なくなっちゃったけど、多分大丈夫。で、1200万。の。おぉ、マジ殴り。おぉ。おぉ、おぉ。まあ、追撃がね、ないのが悲しいけど。ぶち込んで。いいね。いやー。なんかすごいスムーズ。前まではね、このご飯さえ突破できるか分かんなかったんだけど、もう今となってはもう楽勝だね。まあ、問題ここだよね。さて、どこやってくるか。まあ、どうしようかなこれ。アルチメッツにしちゃう？もしかブー復活させるか。いや、アルチメッツにするかこれ。これはいい。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。すぐ楽にしてやる。ほんの少し苦しむだけだ。さて、本当にすぐ楽にしてやってくれ、ビースト。頼むぞ。61万。アイテム、まあ、使わなくて大丈夫だと思うんだよね、これ。
最悪ブーで消し飛んでもいいんだよね、正直。こいつね、体感一番最後の必殺ないんだよ。先手か一番の2番目かせ、うん、ナイスそうやね、そう、計算が当たったよ、読みが当たった。何度もね、やったからね、もう分かってんだよ、こいつの行動パターン。あ、ミスった。こいつはね、先制か1番手のどこかがほとんどなんだよ。まあ、もしかたまに2番手の時あるけど、一番最後はね、体感なかったんだよね、1回も。うん、この完璧な読み、ね、でもナイス会心で、600万入るかな果たしてこいつが貴様に止められるかな。止められた止められちゃいましたよ。二度目の正直、こいつが止められるかな。止められちゃいましたよおかわり。さあ、もう三度目の正直、三度目の正直はさすがにあるでしょ。三度目の正直を、おお、さすがで、ひるんで攻撃できない、そりゃそうさ。で、身勝手のブーを起こして500万。うん、知ってた知ってた。で、480万。うん、これも会心出さなきゃゼロ。あ、知ってた。あ、知ってる。あー、結構強いな。んー、まあ、ここ。いや、ここも使う、いや、でも最後がやばいか。いや、でも最後は耐えるんか。あ、じゃあ、ここも使わずに行こう。いや、多分ね、先手だったら魔人ブーが無効にできるし、まあ、2番手だったら2番手だったで、まあ、死なないっしょ。70% 軽減の行動後。で、まあ、耐えたら耐えたで、最後の魔人ブー君は絶対死なないんで、いいね。いい回し方ができてる。700万。まあ、火力は普通にやれるよね。まあ、極限で何かしら軽減がつけば、いい感じになってくれるんだけどな。1900万強すぎ。おお。さすがに、大丈夫でしょ、さすがに。これで、一番最後に打ってきたら、さっきのあの、完璧な読みとか言ってる、自分がマジ恥ずかしすぎて、やばいんだけど。あ、いいね、これ、そっか、会心出すから、確定でダメージ当てられるんか。強えな、本当に。もう会心ないとやってらんないね。おー、いいね、ナイス、回避。で、ロックしてきたけど、ここ復活させたいから、あえてこれ、飛ばさずに行こう。あ、撃てねえ。撃てなくていいか。どうせ与えられねえしな。まあ、多分死ぬっしょ。多分死ぬ。これ耐えられるわけがない。まあ、80万くらい食らうんじゃない？おぉ、90万。まあ、でも魔人ブー君は復活できますと。おぉ、気持ち悪い、気持ち悪い。おぉ、気持ち悪い。おぉ、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。あー、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。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 おー、気持ち悪い。気持ち悪い。おー。おー、かわいい。いや、BGM が全然かわいくない。BGM がかわいくなさすぎる。今、ハイヤー使えば、さすがに大丈夫っしょ。あ、待って、二次キダマ取らせなかったね、今。二次キダマ取らせてなかったら、まあ大丈夫。全然問題なし。食らってゼロ、食らってゼロ、食らって100。ああ、111ゾロ目だった。で、1900万、強すぎ。で、もちろんダメージを、うん、いいね。やっぱ得意属性はいいね。だ、こいつ極限すればね、さらに簡単になるんだけどねで、まあロックされたけど、あー、でもこうアイテム使ったからもったいないか。いや、もう最後のガリブーが吹っ飛んだら泣くんで使います。あー、かわいい。やっちゃえやっちゃえ、もうざまもうざまさあ、宇宙一強いクッキーが落ちてきた。ざまもうざま。あ、やべ、やべ。あ、じゃあこうするか。そっか。取らせてからアクティブ使った方がいいんか。なるほどね。取らせてからアクティブ使わないと、固定されてるから、他に取らせるしかなくなっちゃうんか。まあまあ、いいでしょう。多分、次回ってきた時にも勝てると思うんだよね。会心出して、会心もちろん、確定会心なんで、メルカリの通知がめっちゃ来てるけど、メルカリの通知がすごい来てるけど、1000万強すぎ。
会心を出してくれないと。会心をもちろん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 出すんかい出さないオチかなと思ったけど、まあでもいいよ、もう勝とう。これ勝ったでしょ。やっぱあれだね、魔人ブー、地属性の魔人ブーと、あとあのガリブー持ってればもう楽勝だね。ガリブーはやっぱね、確定回心がいい仕事するね。でまあここも問題なし、全然問題なし、全て問題なし。あまあまあまあ、最悪先手必殺打たれて気絶しちゃっても、悪ブーで突破できるし。あ、結構3万くらんか。あ、無凸の方か。で、カメハメハだけど、ダメージ入るかな。ちょっとダメージ入れてほしいな、一応。ちょっと最後ね、アイテム使い忘れた。アイテム使い忘れたから、ちょっとやばい気がする。倒せないと。やばい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 。1800万。頼むぞ。倒してくれ。会心出せば多分いける。会心ビーム。ナイス。はい、というわけでね、普通に勝てましたね。ワンテイクで勝てました。まあやっぱ魔人ブーね、新規魔人ブー持ってりゃこんなやつイチコロですね。はい、と。いった感じで、まあ最後にスペクタル引いてね、終わりにしたいと思います。欲しいのは、別に誰も欲しくねえな。なんか LR ポロってくれれば何でもいいや。クソみてえな、すごい厚かましい お願いをしてるけど。まあ、なんか使えるやつ欲しいな。ではまた。